原博美は、日本の元サッカー選手、サッカー指導者、サッカー解説者。栃木県那須塩原市出身。公益社団法人日本プロサッカーリーグ副理事長、日本サッカー協会常無理事。スポーツアナウンサーの減退語は実施。小学5年生時からサッカーに傾倒し、黒い中学校時代にはすでに長身を生かした、ヘディングを得意としていた。 1974年に、焼田東高校へ進学し、栃木県選抜として、国体でベスト4にり。当時は、西ドイツの FW ウルベゼーラーのプレーを参考に、していた。1977年に、早稲田大学教育学部へ進学。1978年の総理大臣杯では、法政大学を相手に得点を重ねて、優勝を果たした。 また同年の大学選手権も制して2冠を達成している。大学選抜として参加した1979年のユニバーシアードではゼーラーに影響されて身につけた相手よりも早く飛ぶヘディングで海外の190センチメートルクラスのセンターバックを相手にしても競り負けず8試合で7得点を挙げた。A 代表に選出されても選ず真剣に練習に 取り組む姿勢は、周囲からの信頼を集め、大学4年時には首相を務めた。このように、ストライカーたるモノエゴイストであるべきと言われる中で、彼の言動や振る舞いはその正反対で、とても利他的であり、誰からも尊敬される人物であった。大学時代の同期には、木村隆弘、一学年上には、岡田武史、唐井忠史、二学年上には、加藤久史。 三学年上には、西野明、松浦敏夫、下條義明、さらに二学年下には、上福博吉田康三学年下には、神戸清ら早々たるメンバーがいた。1981年に、三菱重工業に入社し、日本サッカーリーグの同社サッカー部に所属。ポジションはフォワードで、エースストライカーとして活躍した。 中盤の構成力に欠ける三菱では、田口光久らが腹をめがけて、フィード、腹が頭で落とし、川添光一らがゴールを狙うというシンプルなカウンター攻撃も多用された。1982年には、尾崎和夫と共に得点源となり JSL 優勝を達成。社員選手としてプレーを続けていたが、31歳の時に、 J リーグ参入を控えるクラブからの呼びかけに、サラリーマンやるために、三菱市に入ったわけじゃないからと応じて、プロ契約を結び三菱重工業を退社した。J リーグでのプレーを望んでいたが、コーチ就任を要請されたため、1992年5月に現役を引退。臆せず、真っ向から競り合いに望んでいたため、尾骨骨折は現役通算で9度に及んだ。 大学在学中に日本代表に初選出され、通算で国際 A マッチ75試合に出場。鎌本国重に次いで歴代2位となる37得点を記録した。当時の日本代表はアジアの中でもまだまだ弱小国ではあったが、そういった背景がありながらも2試合に1得点という驚異的なペースでゴールを決めていたことになる。 森浩二監督のもと、小崎や柱谷孝一と共にセンターフォワードの候補ともなったが、持ち前の体力、運動量からサイドで守備にも貢献することを求められたため、左ウィングに配された。中央へ切れ込んで放つヘディングシュートを武器とし、その圧倒的な得点力でアジアの核弾頭の異名を取った。1982年のアジア競技会では、韓国戦で、 同点ゴールを決めて、勝利に貢献した。1986年ワールドカップアジア一時予選の、ホーム北朝鮮戦で、決勝ゴール、アウェーでのシンガポール戦で1ゴール、ホームでのシンガポール戦でも1ゴールを上げ、二時予選の、香港戦、第1戦で1ゴール、第2戦でも1ゴールを上げて、最終予選進出に貢献したが、最終予選の韓国戦では1戦、 二戦ともフル出場したが、得点を奪えず敗退、ワールドカップ出場権を獲得できなかった。特に1986年ワールドカップアジア一時予選、ホーム北朝鮮戦で水たまりに入ったボールを足先で浮かせて DF をかわし決めた宇宙ゴールの決勝ゴール、1987年のソウルオリンピック予選。 アウェイ中国戦での強烈な決勝ヘディングシュートが有名である。浦和レッドダイヤモンズ1992年5月に引退後、浦和レッドダイヤモンズのコーチユース監督を務めた。1998年にトップチーム監督に就任。主軸 FW の福田正宏が負傷離脱する中、新人の小野真嗣をトップ下に抜擢し、 変速的な中盤を筆形にした4から4から2を形成してチームを躍進させる。セカンドステージでは過去最高順位の3位に入った。また、怪我が多かった福田に代えて若手の山田信久を一皮向ければと首相に据えている。翌1999年ファーストステージは負傷者が続出した影響もあって13位と振るわず解任。 原は守備の人材不足を感じていたためシーズン途中に補強がなされたものの、その補強が活かされる前の解任だった。この年浦和は J に降格をキスするが、後に GM の横山健三は降格の主要因について原監督を途中で変えたということが大きい、後半盛り返せただろうと思っていると語っている。原自身は後に雑誌のインタビューで、 弱いと言われた時期も、誰もが、誇りは、持っていた。ある意味王者のスピリットを持っているチームだったと浦和を、評する。また、2000年1月に発売された、本、浦和レッズは負けないにも寄稿している。2000年以降は、浦和の育成担当として、クラブに残留するという選択肢もあったが、監督として、再び勝負する機会が遠のきかねないと判断し、浦和を退団。 その後スペインへ渡り、リーガエスパニョーラの数チームを視察。ベギリスタインを通じて、紹介を得たこともあった。帰国後は、サッカー解説者として、スカイパーアフェクティビーの欧州サッカー中継を中心に活動。多くのファンを得た。FC 東京2002年から、FC 東京の監督に就任。新興クラブである FC 東京は、J に降格を避けるべく、 負けないサッカーを試行してチーム作りを行っていたが、攻撃サッカーを掲げる原の将平によって、勝つためのサッカー、面白いサッカーを標榜するように転換。原によれば、チームには、大熊清自然監督が気づいた、ひたむきに守備をこなす姿勢が残っていたので、攻撃重視で指揮を取っても守備が、おろそかになることはないだろうという目算があったという。 初再配となった2002年 J リーグ開幕戦では、前年度リーグ優勝の鹿島アントラーズを相手に、前がかりに走り続ける、積極的なサイドアタックを繰り返し、4得点を挙げて、圧勝。後の語り草となった。4から2から3から1の不陣を基本としつつ、同年獲得した、MF、石川直宏、DF、梶梁のコンビで、右サイドから打開し、 左サイドには、戸田光弘ら FW タイプの選手を置いて中央へ、走り込ませるという左右非対称の斬新な攻撃で、上位進出に成功。2004年ナビスコカップでは延長 PK 戦の末に、古巣、浦和を下して、チームに、初の J リーグタイトルをもたらした。解説者時代同様に親しみやすいコメントと、次チームの得点時には何度もジャンプして、 体全体で喜びを表現する姿で、チーム成績とは別の部分でもサポーターから慕われ、人気を集めた。古巣、浦和をライバル視する発言が多かったが、2003年に行われた福田の引退試合では、テレダまでの中継解説者を務め、2004年のナビスコカップ優勝後の場内インタビューでは、浦和も非常に素晴らしいチーム。 ぜひリーグ戦で頑張ってもらって優勝してほしいとエールを送っている。2005年は出だしこそ首位に浮上したものの4月以降主力を次々と負傷で欠いたことなどから j に降格圏まで成績を低迷させたがシーズン終盤は12戦負けなしと持ち直した。しかし4.5月のつまずきによってクラブ首脳は次期監督候補の選定を本格化しており 契約期間終了とともに退任することとなった。退任報告の集会には5000人近くのファンが詰めかけた。2007年、監督に再任。心情としているリスクをかけて攻撃に比重を置くサッカーを続けたが、大量失点での敗戦も多く1年限りで退任となった。2009年2月、日本サッカー協会は技術委員会を強化。 育成の2部門に分割再編。原の J リーグでの指導実績や欧州サッカーへの精通が評価され、JFA 技術委員長に就任した。ぐらつきの見られた岡田大成を支えたほか、JFA 特任理事及び国際マッチメイク委員にも任ぜられ、J リーグ各クラブとの調整や戦術分析、マッチメイクを統括した。また、 下田正宏と共に 2010FIFA ワールドカップ終了後の日本代表、新監督選定の中心としても奔走。2010年8月、新監督はアルベルト・ザッケローニに決定したが、ザッケローニの就労ビザ取得が間に合わなかったため、同年9月に行われたキリンチャレンジカップにおいて、代行監督を務め、2試合を指揮し、いずれも勝利を収めた。 ロンドンオリンピックでは U-23 日本代表の団長を務めた。2013年12月より JFA 戦無理事を兼務。激務が続く中でも公式戦、合宿を問わずに現場視察を欠かさず、ザッケローニとの戦略すり合わせに不信した。2014年9月、同年6月開催の FIFA ワールドカップ総括と、ザッケローニの公認であるハビエル・アギーレの 就任決定をもって技術委員長を退任し、以後は専務理事に専念。日本代表や J リーグだけでなく各種サッカー大会を勢力的に視察し、日本サッカー界の底上げに注力した。2015年2月の JFA 理事会において、王妃と国や JFA 会長や下田と共にあぎ入れの解任に伴う処分が定義されたが、 三名とも任命責任は認められなかったため、給与を自主返納することで収集を図った。2015年6月、日本体育協会常務理事に選定され、国体委員長として、冬季国体の開催地選定や、2020年、東京五輪に向けた女子種目の拡充を担った。2016年1月、JFA は、史上初となる会長選挙を行った。 当時 JFA のナンバー3でもあった原は自分も出ないと変わらないと立候補を表明。原とナンバー2の田島構造副会長が争う構図になるのは規定路線であり、原は劣勢が確実視されていたが、秋春制の導入に慎重な J リーグクラブや JFA と J リーグの関係強化を推進した実績により支持を集め45%の 表銀病を獲得、僅差での敗退となった。2016年2月、田島は、自分と会長の座を争った原を2階級ほどの、降格になる、理事職に降格させる、人事案を決めた。その話を田島から直接聞いた、村井光る J リーグチェアマンは各クラブの強化部門に、影響を及ぼせる人物として、すぐさま原に J リーグ副理事長就任を打診。 原もこれに快諾し、3月より同職に就任。JFA を離職し、自身の専門とするところであるクラブ目線での日本サッカー強化を担うこととなった。翌3月、J リーグからの選出で JFA 上無理事に就任。彼の功績や人柄を表すエピソードと言える。同年4月の熊本自身に際しては、自ら現地入りして、 活動休止中のロアッソ熊本と競技し、リーグ戦再開に向けての調整に当たった。2018年4月、日本サッカー協会技術委員会強化部会委員に就任。指導者としての評価に際しては、特に若手の積極起用に注目して語られることが多い。自身も、監督をやっていて楽しいのは、選手がみるみる伸びていき、顔を輝かせているのを見ているとき、 タイトルを取れれば楽しいけど、人がぐんぐん伸びていく時期を見るのが嬉しい。それが一番好きと語る。浦和でも、小野、山田を抜擢し、大きく成長させているが、小野はもともと注目度の高い期待株であること。森田豪平ら新人選手を徴用して、チームを低迷させたこともあったことから、原の評価を低く見るものもある。原の下でもプレーした、浦和 OB。 福田正宏は、サテライトユースの指導経験しかなかった腹にいきなり、トップチーム、しかも、浦和レッズという独特の雰囲気を持つチームの監督を任せるのは、非常に、プレッシャーのかかることだったのではないかという趣旨のコメントを雑誌に寄せた原稿で述べている。その後に就任した FC 東京でも若手東洋の傾向は強く、石川、カジ、モニは照之。 今野安ヤを獲得して、レギュラーに据え、日本代表に選出されるまでに成長させた。横浜 F マリノスで、出場機会のなかった石川に対しては、今なら使っちゃうよという口説き文句で遺跡を決断させた。選手として原と4年間過ごしたと田は、原と選手との距離感、信頼関係の構築について、 試合に出てくるんじゃないかと思わせるくらい選手と一緒の目線で戦っている顔色を伺ったってどうこうなる人じゃないとコメント原の下で5年間コーチを務めた長沢徹は原は選手の短所を包み隠さず指摘し時に敗因として名指しするがそれでも選手からの信頼を損ねることはなかったという選手と真摯に向き合うことができるコミュニケーションの 天才だと評している。フォーバックシステムを好み、ニュースステーションが J リーグ全クラブの監督に対して行ったスリーバックとフォーバックに関するアンケートに対し、回答の理由をフォーバックが好きだからとだけ説明した。払い枠、夫人を決めるときに、まず考えることは選手個々の長所を出せるかどうかである。しかし、選手の個性、特徴を 最大限発揮させることを理想としていることから、2007年には、不安定ながら新たなプレースタイルの模索を始めた。石川と石川には、元来の能力を発揮してほしいと、原点回帰を求める原との間で、微妙な溝が生じたこともあった。FC 東京 B 期から、代表サポーターからの評判がいいが、サッカーファン、J リーグファンからは著しく評価が低い。原は、 テレビ解説者としても多くのファンを得ている。解説者としての原のファンのことをヒロミスタと呼ぶことがある。ゴールが決まった時に、それが開始1分であろうが後半ロスタイムであろうが、あるいは V ゴールであったとしても、いい時間帯に得点しましたねと発言したり、選手がまだシュート体制であり、実際にそのシュートがゴールインするか否かがわからない状態にもかかわらず、 入ったなどと発言したことが、そのきっかけとなった。試合に熱中する。あまり解説を忘れることもしばしばだが、広い視野からの的確な指摘をわかりやすく視聴者に伝えるという解説者としての技量がある。さらに選手への批判も臆せず口にする。解説者を辞するときはスカパー。で特別番組が何本も作られた。コラムニストの榎戸一郎も、広ロミスタの一人である。 試合中に感極まって泣きながら解説をしたこともある。その試合は UEFA カップ史上最高の決勝と呼び名の高い2000から01シーズンの決勝戦リバプール FCVS デポルティーボ・アラベスである。アラベスはリバプールとは比較にならないほどの中小クラブであったがヨハン・クライフの息子であるジョルディ・クライフらをはじめとする魅力的な選手は少なくなかった。 その決勝では、リバプールに2の0、3から1、4から3と3度もリードを奪われながら決して諦めることなく、戦い、88分に、クライフが同点ゴールを決めて4から4、延長戦に持ち込む。しかし、最後は5から4でリバプールに敗れ、アラベスは、準優勝に終わった。この激闘を解説していた原は、涙が出てきてしまいましたよ。と話した。 また、浦和レッズ監督時に指導したベギリスタインと信仰を深めたことを機に日常会話に支障がないほどにスペイン語を習得。スペイン語に近いとされるポルトガル語を話すブラジル人選手とも通訳を介さずに会話している。料理をはじめとするスペイン文化全般にも造形が深い。FC 東京の監督時にもチームのラコルーニャ遠征や ポストシーズンの視察に合わせて、原がスペインを紹介する番組が作成された。JFA 技術委員長就任以降も不定期にメディア出演を行っている。JSL 東西対抗戦4回出場。1984年、1986年、1987年、1988年。JSL 東西対抗戦2得点。1986年。 1987年、その他の公式戦。ありがとうございます。